スマート L はオランダのシグナール社が開発した3次元レーダー。なお、本機を元にしてパムズとの連接に対応してセレックス社によって開発された派生型が S1850M であり、こちらはイギリス海軍で1046型レーダーとして正式化されている。1991年7月24日の オランダ海軍の発注によって開発が開始されており、1995年9月には養生試験に入った。先行して同社が開発していたスマートをもとに、周波数を L バンドに変更するなどした派生型であり、リンウッド -08 二次元対空操作レーダーとスマート三次元レーダーの役割を一手に担うことができるとされていた。アンテナは24本のリニアアレイを有し、 同時に16本のビームを形成して、行角70度まで施行できる。回転速度は 12rpm で、ロール角最大30度、ピッチ角最大15度までの船体同様に対しては、電子的なスタビライズによって対応できる。探知距離は、 障害機体の目標に対しては 400km、戦闘機体の目標に対しては 220km、ステルス機に対しては 65km である。最大同時追尾目標数は航空機戦機、水上目標40個、妨害源32個である。スマート L はナウス搭載艦において、S1850M はパムズ搭載艦において、それぞれ多機能レーダーを保管する長距離。 捜索センサーとして搭載されている。オランダ海軍、ドイツ海軍、デンマーク海軍、大韓民国海軍、イギリス海軍、イタリア海軍、フランス海軍。ありがとうございます。